来月行われる自民党総裁選に向けて推薦人20人の確保を目指す静岡一区選出の上川陽子外務大臣がきのう都内で報道陣の取材に応じ推薦人確保に自信を示しました年に10名というものをはるかに超える支持というかいただいているところでありまして今、あの推薦人をどなたにということの最後の詰めをしている状況でございます。 一方で上川大臣の周辺は知事と推薦の間には壁があると話していて推薦に20人を最終的に確保できるかはまだ見通せていません。